カスタマーサービスは従来の受け身型から予測型のカスタマーサービスへの脱却が求められています。これは予測分析により顧客体験と従業員体験を融合し積極的に企業収益に貢献するカスタマーサービスです。そのためには3つのチャレンジに取り組む必要があります。1つ目のチャレンジは顧客との長期的なつながりの強化です。2つ目はテクノロジーによってもたらされるインサイトを活用した従業員の支援と顧客体験の向上です。3つ目はマーケティング、営業、カスタマーサービスのサイロ化を排除しデジタルチャンネルを含めた全ての顧客設定における一貫性のある顧客体験の提供です。これらのチャレンジを克服するには顧客エンゲージメントの最適化が必須となります。これまでのあらゆる顧客とのやり取りから予測分析、AI 技術を活用して顧客の潜在ニーズに対応しなければなりません。サポートだけに限らず、セールスオファーやチャーン抑止オファーなどのアクションも要求されます。顧客の今の状況に応じて、最適なタイミングとチャンネルで最適なアクションを実行する必要があります。これらが顧客エンゲージメントの最適化をもたらし、顧客体験と従業員体験を融合し、企業収益に貢献するカスタマーサービスの次のステージへつながるのです。レポートでは対象顧客の変化や最適化する4つのアクション、提供チャンネルと効果、そして実現に向けた方法や導入ステップを解説しています。詳しくはぜひレポートをご参照ください。